はいどうも、火曜レッド奥谷千尋です。今日はですね、こちら元住吉駅にやってきたんですが、この辺りでもうすごい有名で、そして美味しいコーヒーをいただけるカフェがあるとお聞きしてやってまいりました。まもなく梅雨の時期ですか。ジメジメ、湿気でカビ生えるとよく言うじゃないですか。そんな時期にはですね、ホットよりアイスのコーヒーを飲みたくなる季節ですよね。さあ、どんな美味しいコーヒーが待っているのか行ってきます。いえ、よく道聞かれるんで慣れてます。実は駅前でオープニングを取り終えた後、おばあ様に道を聞かれて道案内をしてきたんです。これぞ猫の手も借りたい。本当に幸せです。ありがとうございます。ありがとうございます。行きましょうか。こちらですね、ムイさん、こちらのコーヒー屋さんにお邪魔したいと思います。おはようございます。テレビ神奈川の猫の額ほどワイドという番組からやってまいりました、奥谷千尋と申します。はじめまして。はじめまして。ですね、今日この元住吉で、はい、すごく有名、とても美味しいコーヒー屋さんがあるとお聞きしてやってきたんですけども、もうズバリここで間違いないですかね。間違いないです。ありがとうございます。もうね、このディスプレイを見てもう分かるんですけど、たくさんコーヒーの豆の種類があり、いろいろとね、こちらにもコーヒーグッズだったりとか、もう店内も結構席数あるんですね。そうですね、そこ、まあ、20席ぐらい。20席ぐらいで、はい、ちょっとね、気になったのが、奥にこれは焙煎所みたいな感じでいいですか。そうですね、うちはまあカフェを併設してる、はい、まあ、焙煎がメインの店なので、すっごい大きい焙煎機ありますけど、ということはいろいろなお店に卸したり。そうですね、30から40店舗ぐらい。わー、それはこの辺りのお店に。この辺りの店もありますし、はい、一番北だと北海道、南だと福岡、はい、すごい全国でもうムイさんのコーヒーが。そうです、ありがたいことに使ってもらって。ちなみにこのお店はいつ頃からやられてるんですか。元住吉で始めたのが2013年。2013年、ちょっとこうちっちゃいところで始めて、はい、2015年に移転して、うん、まあ、少し大きくして、うん、いつ頃からコーヒーが好きになったか。コーヒーが好きになったというのは、最初にイタリアに学生の時に行く機会があって、はい、その時に、まあ、イタリアってカフェがすごいあるんですね、はい、でそのカフェっていうコーヒーよりもカフェをその空間が好きになって、うん、そっちが好き。もともとコーヒーの焙煎する会社で働いていて、で8年働いた後に独立して。お店の名前ムイ、はい、ムイさんっていうのはどんな意味合いがあるんですか。ムイっていうのは動詞の、まあ、言葉から取って、はい、僕は動詞に詳しいとかじゃなくてたまたま見つけたんですけど、はい、ムイをなすっていう言葉があるんですよね、はい、意味としては何もしないをあえてするっていう意味で、ほう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 。でコーヒーってこう焙煎しないと飲めないんですよ、はい、でも、 もう素材の時点でどれだけ美味しくなるか、どういう個性があるか決まってるわけですよ、うん、はい、もう行き着くところってもう邪魔をしないだけなんですよね。でもしなきゃいけないんで何もしないをあえてするっていう。うわー、深い深い。コーヒーのように深い。コーヒーへの考え方というか、もう人生の考え方のような感じで僕今ちょっと聞いてしまったんですけど。あ、そんな大沢さんが入れるコーヒーを特別に飲み比べスタイルでいただきます。こちらはコスタリカのジャサル農地って、まあ、すごいちっちゃい畑のエミリオさんって方が作ってくれてるやつ、ね、いわゆるシングルオリジンってやつですか。そうですね。いただきます。うまっ。あー、うまっ。おいしいですよね。おいしいですね。優しい。そんなに苦すぎないっていうか、とても飲みやすい。
っていうか飲みたくなるですよ、飲みたくなる、これがね飲みにくさがないんですよね、うん、ちゃんとしたコーヒーって美味しい。だからコーヒーが苦手飲めないって方の理由になってるものがないんですよ。2杯目いただきます。ああちょっと苦味が増しました。はい、ただやっぱり苦味っていうとなんか焦げ臭いとかイメージすると思うんですけど、はい、そういうの全然なくて、ね、キャラメルみたいな、うん、まあ、それこそ子供でも全然飲めちゃうような、そうですね、でこれは同じ豆で焙煎度合いが深くなっただけ、同じ豆で焙煎度合い違いで飲み比べできるっていうお店もなんかお客さんの話聞くとすごい少ないみたい、うん、確かに、まあ、すごく喜ばれますね。でどっちも美味しいし、その時の気分で選んでもらえるので、はい、3種類目いただきます。お、香りが全然違う。華やか、華やかですね。すごい果物っぽい。そうですね。これはエチオピアですか。エチオピアのハンベラっていう地域の、まあ、ゴロベデッサって集落みたいな、でそこで僕らのパートナーのメクリアさんって方がもうものすごいしっかりした仕事してくれてるんで、やっぱりこうめちゃめちゃ個性あるんですけどめちゃめちゃ飲みやすい。すっごいより華やかな紅茶を飲んでるようなイメージ。おいしい。4杯目いただきます。またちょっと1杯目2杯目に近づいたような。これは どこの豆ですか。これはスマトラの南岸ジャンっていう、これもまあ集落で、うん、ここもやっぱ僕らのパートナーのカルドンさんって方がものすごくしっかりした仕事してくれる方なんで、なんかスマトラのコーヒーっていうと泥臭いとか、まあ、エチオピアもそうなんですけども10年ぐらい品質がもうものすごい落ちてて、その中での本当特殊な2つです。今まで飲んだやつを思い出して飲んでもらうと、はい、全然違って面白い。ちょっと待ってください、アイスコーヒーを今頭の中にパン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 ってなってます今、うん、来ました、アイスコーヒーで、おえあ匂いがうわすごい、何これ、ジュース感覚で飲めちゃう。本当にそうですね、うん、目をつむって飲んだらコーヒーってわからないくらいの本当ジュース感覚、うん、僕が普段飲んでるアイスコーヒーじゃない、アルコールの入ってない優しめな赤ワインみたいな、うん、どうですか。いやでもなんかお酒っぽいですよ。そうですよね、わ、はい、かります。焙煎が深くならないと出てこないフルーティーさっていうのもいろいろあって、うん、ほんとこうワインみたいなっていう、ちょっとこう果物でいうとブドウとか紫系カシスとか、はいはい、そういうのって深入りじゃないと出てこないんですよ。ちょっと僕今まで飲んだエチオピアで一番好きかもしれない。お、更新しました、更新しました、アップデートアップデート。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。僕が思ってたコーヒーの考えた方というか概念がなんか180度変わったような、まさに飲みたくなるようなコーヒーがこのムイさんにはあるので、元住吉に降り立った際は、いやコーヒーが飲みたくなったらぜひムイさんに足を運んで美味しいコーヒー飲んでみて見てはいかがでしょうか。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。